私 SNS さ、うん、ちょっと結構今しんどいんだよね。そうですよ、です。なんか SNS っていうか、はい、なんか仕事、はい、自体が、はい、これもずっとやってきたじゃない、はい、何年も、7年ぐらい、6年、7年、うん、7年目ですよ。うわ、長い。うん、もうしんどいなって、本当もなんか初めて、7年目で初めて、全然正直そういうのを受け入れてないですね。外から見てると超絶絶好調だろうね。だってさ、はい、全部やってるもんね、うん、ブログ、はい、YouTube、はい、インスタグラム、インスタグラム、ツイッター、ツイッター、フェイスブックはシェアだけだけど、うん、あと何、オンラインサロン、オンラインサロンやったね、はい、うん、あと何と言っても講座、講座がたくさんやってらっしゃいますよね。婚活動なんかそうだね、はい、やったり、はい、休んでないもんね、一回も、うん、ずっと、しかも儲かすとか1年で、1年でもあれ終わったんだもんね。あ、そうなんですね、うん、なんか旅行行かないといけないんだけど、あと、うん、ビータムの中で1期生のあれもある、うん、オンラインサロンみたいなの、どんなのもやったの、そう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 、8ヶ月アフローアップするみたいな、うーん、うーん、で、今ノートまで作ってるんですが、全部やってらっしゃるじゃないですか。なんか、うん、それもそうなんだけど、でもやっぱうまくいかない時ってなんか重なるなと思って、うんうん、でこれまでもそういうことあって、うん、まあ、乗り越えてきたじゃないけど、うんうんうん、今回きつい、うん、そうですね、いろんなちょっと精神的、うんうんうん、苦痛状態かな、はい、そうですね、苦痛だよね、あんなの、うん、苦痛であり負担ですね、苦痛であり負担であり不快で、そうですね本当に全部ですね、うん、やってきて、うんうんうん、マジでムカついて、うん、いろんな人が SNS 界隈にいますからね、ご飯が食べれないみたいな、うん、今食べてるって困りそうだ、いや私こっちだよね、あ、そうです、こっちだよね、あ、そっち行くとこだでも本当 SNS 界隈でもいろんな人がいますからね、うんうん、闇だね、うん、あの特にカノさんはファンが多いから、それが総じてなんか真似るっていうかパクる人多いですよね。ああ、よくパクられて、だってさ、この間さ、まあ、クライさんからも私、うんうん、私からも私、佐藤さんからも私、うんうん、いろんな人から、うん、カナさんと同じ本のタイトルの無料 PDF 作った人がいるって言って、うんうんうん、私妥協するなら結婚するなっていう本を書いたんですよ、うん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 、で、この本のタイトルって、うん、完全にオリジナルで生み出してって世の中今までなかったんですよ、ないです、ないです、結構響いた感じでだったんですよね、だこなしだもんね、まんまパクリの常連だった、うん、っていうかパクる人って大体常連なんだよね、あ、わかります、うん、常連じゃない人はパクらないもんね、いろんな人のからいろんなところパクりますもんね、そうすると、オリジナルのことを生み出す熱量もなければ知恵もない、うんうん、そもそも知恵がないっていうことはさ、情熱がないんだよね、そこに対するかける思いが、うん、ないです、ないんだよ、だからそもそもパクる時点でエネルギー的に言ったら全然ダメ、うんうん、あとプライドがないですね、自分の仕事に、あ、まあ確かにそうだね、徹底的にパクる TTP に関しては私はそれは全然いいと思うんだよね、ただコンテンツ丸パクとか、タイトル丸パクとか、それはやってはいけない、なんか文言とか、ハウトゥーとか流れとかやり方の部分だったら分かるんですよ、うん、テンプレート、そうそうそう、テンプレ、要はそのまあ成功法則のマニュアルみたいな、なるほどなみたいな、はい、勉強なるわ、そういう人もいて、いや、衝撃でしたね、あれは、うん、だから私はそういうことをしないから、うん、だから売れてるんだと思う、まあ、売れてるって自分実はあれだけどさ、売れてるもん、そうですね、あれからじゃないやつよかったんで真似させてくださいとかって言ってくれるけどさはいはいはい、いや、その時点でさ、自分さ、どうなんて感じ、そうですよね、実際に使われてますもんね、タイトルだったりとか、皆さんの生徒さんの呼び名の通称とかめっちゃ使われてますね、あ、使われてますね、講座名もだし、本のタイトルもだし、生徒のことヴィーナスとかダイヤモンドって言うんだけど、それもだし、そうですね、ね、うん、誰もそんなこと言った人いなかったの、それまで、いた、クライアントさんとか生徒さんとかって言ってたでしょ、でずーっと昔からさ、ヴィーナス言うだもんね、いやいや、真似すんなよみたいな、もういろんなとこでヴィーナスとか愛も富も美も見たことあります、順番を入れ替えてる人いましたね、もういいけどさ、うん、っていうかさ、うん、私結構お腹痛くなってた、本当ですか、ってことなんですよ、わかる、それぐらい辛労があるってことよ、今、うん、半分も食べれてないの今、そうです、そうです、いや、そうなの、だっ
というぐらい、実はこう見えて、今本当に絶賛破滅期。破滅期、破壊期。うん。ねえ。そりゃ、さとこさんにさ、ちょっと石川県行かないって。そうなりますね。いやでもすごいいい時期に行けました。ね、最高の日に。うん。こうやってリフレッシュも大切だね。うんうん。振動中もすごい楽しかったですし、でも周りの人から見たら、かなさんが不調って感じてるっていうことですが、多分超衝撃だと思う。マジで、うん、言わないもんね、無視なしで、うん、あとビジネスが拡大してるから、もう周りの人も羨ましくてたまらない人たくさんいると思う。拡大は確かにしてるけど、うん、でもどうなんかな、いきなりグッと伸びたっていうよりかは、私多分最初からロケットスタートって気がするんだよね。あ、そうですね、最初からロケットスタート、そっからアクセルずっと踏みっぱなし、うん、うん、そう見えます。はい、全然上手くてなくて、うん、とだから私もしかしたら基準値が高いから全然うまくいってないと言ってるかもしれない、はい、もしかすると、はい、一般的に見たら、いやそれはうまくいってるんだよって言うかもしれない、はい、はい、思います。きついと思っちゃう、はい、気持ち的に、気持ち的にだし、あと現状もいろいろ、そうなんですよ、そんなふうに感じるぐらい、うん、現状ですね。あんまりさ、普段さ、はい、こういうこと言う人ってさ、まあ、佐藤さんにそんなに言わんしさ、うんうんうん、サングラスか言わないから、ああ、そうですね、多分、衝撃を受ける人、多いと思います、うん、本当にそうですね、年々年々、ね、お忙しくなるのを近くで見ているけど、本当に思います。忙しくなってるよね、うん、めちゃめちゃ、うん、そうです、そうです、特に YouTube を始めてくるぐらいのピークがずっと続いてるみたいな。YouTube で何回も泣いたもんね。その打ち合わせの時に腹が立って泣くこと2、3回 Zoom で、Zoom でしかも Zoom 越しで泣くこと、なかなかないスキルだから、だよね、はい、ひどいみたいな、なんか私はみたいな私 YouTube やってないです。 YouTube 考えるだけでもう工程を考えるだけですごいですね。だから毎日かなさん続けてるのは考えられないですね。 YouTube 語れるほど全然すごくないけど、まあ、10ヶ月ぐらい、うん、毎日投稿されてるのかな、うん、やってて、うん、思ったことが流れができちゃったら簡単なんだよね、うんうんうん、だ撮影して、うん、編集回して時間がない中撮影したりとか、はい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 、そういうのがきついね、うんうんうん、サムネを考えるとかいろいろ編集の、あ、サムネも作ってもらってるからね、はいはいはい、あと YouTube 以外の動画もある、うん、そうですね、うん、そうだ、あっちの方がきつい、今日が物がいっぱいなんだけど、本当ですか、本当にまだ半分ぐらいありますよ、本当にもう食べれないっていうぐらい、うん、さ、ご飯さ残すことほとんどなくない、うん、昨日も朝食からあんまりお腹空いてないって言ってたでしょ、お昼も残されてて、お昼も残して、うん、夜は食べるんだけど、うん、朝さ見て、うん、もうこの状態で、うん、でそれぐらい結構心が病んでる、うん、珍しいよね、めちゃくちゃ珍しいです。で私もびっくりしても、うん、あんなに大食感の私が、うん、素晴らしく美味しいから、うん、食べたい、うん、なんか食べる無理して、うん、数年間かなさん忙しい時はあっても保育まではないことなかったね、うん、今これ喋ってる間もさ、スタッフからもメッセージができたりさ、うん、なんかもういろんな確認ができて、もうそれとかも昨日からもう無視してるもんね、うん、かなさん今日これやってください、やってください、うん、申し訳ない、全部無視してます今、うん、ついていけないんだよね、うん、タイムスケジュール的にもすごいですよね、本当に激動だなと思ってて、なんか仕事やってて、はい、一番その私が楽しいなと思うのが、うん、ワクワクするのが好きだからさ、うんうん、集客とか好きなんだよね。ああ、それすごい珍しいですよね。そうですね、昔から言ってらっしゃいますね。むしろ自分でビジネスされてる方、一番そこが9割以上の方が悩まれたり、そこは嫌だから消えていく人が多いのに、カノさんは集客が大好き、ワクワクするとかって言って、はいはい、で広告も横にまでずっとかけたことがなくて、はい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 、中学も毎回絶対来るっていう自信みたいなのが、うんうんうん、実際そうですしね、でも絶対いつも毎回、うん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 、なんか最近どうなんかなと思ったり、そういう答えみたいなのが、それだけ言っててもまだないですか、うん、人と比較をする思考は、うんまあ、そもそも持ち合わせていないからさ、うんうんうん、例えば誰々さんみたいになりたいとか、うんうん、そういうのは全くないんだけど、自分と比較した場合かな、うんうんうん、今回なんか私が思ってたようにあんまりうまくいってなくて、もう加納さん基準では、いやいや私基準じゃなくても、うん、これは、うん、加納基準って
これも収録さ、何回やったやろ、うん、だから何十回だろ、そんなもんじゃないよ。だってヴィーナスだけでも30回でしょ。 それ以外にも小さなイベントとか、はい、キャンペーンとかもだし、オンラインサロンもそうですね、オンラインサロンもだし、あと旅行海外イベントとか、うんうんうん、あと小さなその出版のセミナーとかもさ、あ、ね、とかさ、うん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 、だけど、はい、なんか多分クローズの中で募集とかもあるからさ、そう、物販もやってるとか、はい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 、そんなこんなで、はい、私も悩むっていうことがあるっていう、はい、ことなんですよ。なんかさ、これだけ聞いたら、うんうん、実際 SNS で、うんうん、まあ、見せてる姿、うんうん、あれもリアルじゃない。そうです、ね、私全くことないよね。全くないですね。全くないですよ、本当に。 そうですね。でも嘘の人めっちゃ多いじゃない。むしろそれで固めてる人がめちゃくちゃ多いですね。ね、それで固める言ってる人が多いよね、うんうん、だからなんか、うん、そういう人たちが結局さ、うんうんうん、嘘で固める人だから自分がないからさ、うんうん、隠るっていう技術をするわけでしょ、うんうん、こんなに隠る人多いんだと私も思いますね。別に言わなくていいことかもしれないけども、うん、この仕事一本でやってますみたいな、うん、やってないやんみたいな、やってないやんって多いですよね、めちゃくちゃ、うん、売れてるようにも使える人とか、全然売り上げないのに盛りまくってる人もいるね。盛りまくるっていうか詐欺だね。もう詐欺ですね。自分で集客してないの、集客とかこんだけ集まりましたみたいな。それ人たちはそれ人たちでいいと思うし、別に何も思わんもん、はいはいはい、だって世の中にはさ、はいはいはい、いろんな価値観があって、それを正義としてる価値観もいるわけだから、うん、ああそうですね、うん、だから自分とは違う価値観だなっていうだけで否定はしない、うん、そういう人もいるんだなみたいな。だからさ、うん、YouTube とかでもさ、うん、なんか迷惑系 YouTuber とかやってるでしょ。あとかでさ、迷惑をすることで、うん、自分の注目を浴びるっていう価値観のもとやってるわけじゃない。そうですね。それで人気になって、うん、なんでお金が入ってくるっていう、うん、だから炎上してなんぼですもんね。そう、炎上マーケティング、うん、はいはいはい、だから私にはないかなっていう、うんいろんな価値観があっていいと思うし、ただ私は、うん、私は信じた価値観でこれまでやってきて、もうこれからもやっていくつもりなんだけど、自分の価値観が全て正しいかどうかそれも分かんないから、うん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 、飛躍をする前触れっていうのは自分のこの経験値が分かるとか、一回めっちゃ落ちるんだって。それはとんでもなく落ちるの、はい、だから今は結構苦しいんだけど、はい、この後、うんっていうのがちょっと楽しみ、うん、そうですね、うん、ますます跳ねるっていうのが、もう跳ねるしかないってよく言われるの私、うんうんうん、跳ねっぱなしの人生みたいな。あ、そう本当にそう思います。振り返ってみるとこれまでもなんか、うん、今回きついなって、そうですね、いろんなことが重なって、あ、そうですね、重なる時は重なりますよね、うん、あと人間関係の裏切りとかもきついよね、うん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 、はい、っていうね、今日は、うん、SNS では見せない裏の、うん、裏の私、裏の顔、裏のかな。 SNS って見せてる裏っていうか、うん、結局両方事実だし、ね、真実だし、うん、私 SNS で嘘書いてないから、うんうん、全部リアル、うんうん、だし、今のこれだってさ、うん、完全に素だもんね、うんうん、何の言いざれもないもんね、うん、かなさんはいつも素ですね、いつも素だもんね、うんうん、だからあれのもの私返される、うん、なんか SNS でよく言うありのままの私でいいって言って、全然なんかのるもろもろじゃないじゃんって言ってめっちゃ作り込んでるじゃんみたいな、めっちゃ作り込んでるじゃん、めっちゃ嘘でやんとか、めっちゃメンヘラじゃんとか。そうだね、メンヘラ多いよね、めちゃくちゃ多いですね。私ってメンヘラ、メンヘラの反対語はカナさんですね、メンチよ、メンチよメンチよですらこれわかる、ご飯も食べれないくらい、うんうん、の心境心情の時っていうのがあるっていうことを伝えたい、うん、うん、びっくりしました。だから昨日食べられないって時にえーって思った。そうだね、びっくりしたでしょ、びっくりしました、いつもさ、たださ何食べるとかなのに、うん、むしろこれも食べ、あれも食べようみたいな感じで、あ、これもいいねとかなのに、さとこさんの時買いなみたいな、うん、私大丈夫ってお腹空かないって、昼ご飯もさ、うん、結局さ、うん、残したもんね、残しました、結構の朝もさ食べてないくせに、そうです、昼も残してさ、そうです、そうです、私も、うん、自分の胃にびっくりした、ダイエット全然してる意識じゃないんだけど、うん、今もすっごい食べたいんだけど、本当たまにご飯食べた時あまり美味しくてさ、うん、でもう一杯食べたいとか言ったでしょ、本当に言ってました、言ってました、それも食べれない、でも一杯食べた、うん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 、
こういうかなさんの時もあるよと、うん、あるよと、まあ、からまあそんな感じですわ、はい、はい、ということで今日はですねご飯を食べながらの動画となりました、うんうん、最後まで聞いてくれましてどうもありがとうございます。ありがとうございます。 YouTube 引き続き私は頑張っていきたいと思っておりますので、はい、ぜひこの動画が良かったなと思ったらグッドとコメントとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。